浜松城がある静岡県浜松市東区にオフィスを構えるパイフォトニクスさんに来ています。中谷さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パイフォトニクスさんはどんなお仕事をしているんですか？はい、光を使った仕事をしています。ホロライトという LED 照明を、製造販売しておりまして、主に、演出建築、そして安全、また検査、鳥獣対策、そういったものに関わる仕事をしております。ホロライトってどんなものなんですか？はい、特別な技術を使って遠くに視認性の高い光パターンを、作ることができる製品になります。へー、すごいですね。このホロライトにこだわりの匂いがしますね。もっと詳しくホロライトについて聞いてもいいですか？はい、大丈夫ですよ。実は特許技術を使っている製品になります。いろんなレンズを使うことで、いろんな、光パターンを形成できるオンリーワン製品になります。すごいですね。ちなみに先ほど演出にもこのホロライトを使用されているとのことでしたが、どんな演出に使っているんですか？はい、竹林のライトアップ、また夜の浜辺をライトアップしたり、鉄塔を映し出したり、また、滝だったりテーマパークなんかをこれまでライトアップしてきました。2020年には浜松駅ビルに医療従事者の方々へ感謝の気持ちを込めたライトアップを行いました。すごいですね。表山、感動しました。この虹についてなんですけど、オフィスにも多く取り入れられていますよね。この虹もこだわりがあるんですか？はい、弊社のコーポレートカラーはレインボーになります。虹色には人々の心を癒すヒーリング効果があると言われています。そんな虹色をいろんな場所に映し出すことで、人々に癒しを与え、笑顔にすることができると思います。新しい光の使い方を追求し、人類に新しい生き方と文化をもたらすという弊社のミッションを象徴しています。思いが詰まった虹だったんですね。それでは、この商品にキャッチフレーズをつけるとしたらどんな感じですか？はい、安心、安全、面白い、新しい光です。ありがとうございます。企業詳細は概要欄に記載してあります。中谷さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。